車椅子ドラマー高典。皆さんおはこんばんちは、車椅子ドラマーの高典です。今回はですね、特別編でございます。なんとですね、ドラムを叩きませんというのもですね、今回はですね、車椅子ドラマーの、スティックバック、中身紹介ということでですね、はい、ここにねもう出しておりますけどもね、だいぶ年季が入っております。これはね、もうパールの、なんかシルバーのやつで、これね、なんかさっきね、検索してみたんですけど、なんか出てこなくて、今レアかもしれないですね。はい、でこれ今無理やり閉じてるんですけどね、持ち歩くことがまあほとんどなかったんでね、最近っていうかもうね、ドラムを引退してからね。で、20年ぐらい前にドラムを最後に引退したんですけども、その後もですね、実はね、ライブをやってましてね、その後にスタッフとふざけたバンドでね、組んだのがあって、それが一回ライブやったのと、あともう一回ね、他の全然違うバンドでドラマーとして一回、ステージで支援しました。それがね、多分最後だったと思います。はい。なんで、ね、もう本当にもう閉まってる風でございます。じゃ早速ね、上げてみようと思います。これをね、中身を、ご紹介していこうと思います。はい。中はですね、はい、見えますでしょうか。はい、こんな感じになっております。はい、まずはですね、本当に大事な、もうスティックバックっていうぐらいですから、はい、これですね、これはですね、ビッグファーストっていうね、ところの、5A のスティックを使っております。はい、はい、こんな感じでですね、スティックバックでございました。本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマ、高典でした。はい、じゃあ、冗談ですよ。はい、続きまして、これはですね、入ってるのがこうマレットって言いましてね、もう先っちょが柔らかくなってね、こう柔らかい音がしますそのままですね。はい、おいでですね、続きまして、ちょっとこれ裏面になっちゃって、ね、いいか、ここに置いちゃっていいか。はい、これがね、よきこうブラシでございます。これ実はですね、あまり実践的に使ったことはなくてですね、僕はミュージッククリエイターっていう仕事をやってるんですけど、それでね、ドラムの音をこうブラシで作った音をサンプリングして後で右手で使うってことでやってます。まあたまにね、 YouTube で使いますけどね、こんな感じですね。あとですね、スーズーですね。はい、これはですね、もう某有名なダイソーでございますこれがね、入っております。あとはですね、なんかあったかな、あ、はいはい、これですね、皆さんわかりますでしょうか。はい、これですね、何のこっちゃわかんない。これはですね、ツインペダルのね、こっちとこっちの間のこれです。なんでこれ入ってるかっていうと、僕がね、前にやってた、バンドとかサポートとかもね、まあ、大体練習場所がね、スタジオ、音楽スタジオなんですけど、僕がよく行ったところはね、僕たちが行ったところは、新宿のね、スタジオペンタってとこ、ここめちゃめちゃ懐かしいですけどね、まあこれももちろんワンバスなんでね、もうこういうの持ってってね、ツーバス風にやってます。まあ今はね、どっちかというと、太鼓の2個並べるもワンバスの方が入ってるっぽいですけどね、はい、これがね、なぜか入ってました。はい、入ってます。はい。あとはですね、うん、もちろんっていうか、一番ご紹介するべきというか、はい、チューニングキーですね。これはね、もうどこを回すにしても大体これですからね、これが入っております。はい、そんなわけでございましてね、あとはまああとこう新しいね、まだ開けてないお乳のスティックとかね、いろいろ入っております。これ大体ね、皆様はね、フロア多分引っ掛けたりするっぽいんですけどね、まあ僕はその辺に置いてますというわけでね、車椅子ドラマの、スティックバックの中身でございましたけども、あんまり車椅子ドラマは関係なかったですけどね、車椅子ドラマならではというものはないんですけど、でちょっとですね、僕気になってですね、やっぱ車椅子ドラマ他に行ってこう調べてみたんですけど、やっぱりね、前に見たことある方とね、僕が出てくるんですけど、ね、検索方法を変えましてね、ちょっとツイッターとか、まあツイッター X、 今でいう X ですけど、ツイッターでね、フィールチェアドラマ、英語で打ってみたんですよね。そしたらですね、まあ、日本人の方出てきて、
その方はね、やっぱり車椅子なんだけど、僕みたいにね、車椅子じゃなくてこう第二クシェアじゃなくて、あれはパイプ椅子かな、パイプ椅子に座ってね、こう一生懸命やってる、動画を見ましてですね、僕思わず、ポチッとねいいねしちゃったんだね。そしたらね、フォローいただいたんで、フォロー、バックさせていただきました。はい。そんな感じですね。あとはね、 YouTube かな、これは海外の方でね、それは本当に車椅子なんですけども、もう手だけでねやってましたね。こっちはこう刻んで、でこっちにキックがあって、でバスラです、バスラがあってスネア、だからドンパンドンドンパンみたいな感じで、プレイなさってました。はい。そんなわけでね、僕もホイールチェアドラマ、車椅子ドラマとしてね、これからまだまだね頑張っていこうと思います。でなわけでございまして、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマ高則でした。おいじゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。